はい、どうも、二人組アツヤちゃん、クレッシュ。今回は、はい、センスサイゼリアやりよった。懐かしいな。懐かしい。もう1年ぶりぐらいのセンスシリーズの日が、うん、今覚えてない。いや、まあ、知らない人多いかもな。いや、多いと思う。見てください、マジでこれは。好きな人は好きやからな。うん、好きじゃない人は好きじゃないと思うんやけど。で、俺の地元の子からも、友達でさえもあれは分からん。あれは何をしてんのって言って。だから、こう理解しようとしちゃうと難しいのかもしれない。そうやな。一緒に一緒に何か作業しながらとか。ほんまちょうどいい。作業用 BGM と一緒よ、ほんまに。このセンス企画なんですけども、はい、とりあえず一番センスよくなろうみたいな企画でございます。はいはいはい。今回サイゼリアなんで、はい、まあ注文シーンがあったり、うん、食べ物の食べてるシーンがあったり、はいはいはい、いろいろあると思うので、そういった中で、まあ、各々のセンスを出していく。なるほど。そうだな。まあ、この空いた期間にお前ら腐ってないかっていうのを。いや、俺ずっと家で練習してんねん。自主練。センスの自主練してる。で、みんなが私生活の中にセンスを入れれるように、はいはいはい、できるだけしますので、はい、応援の方よろしくお願いします。それでは早速サイゼリアの方に行きます。はい、ザ・せーの、笑うカードには福来たね。到着しました。到着しました。はい、まあ注文ですね。シートで注文するらしい。あー、なるほどね。店員さんには言わない。言わない。あ、あえてや。うん、あえてやな。久しぶりやな、サイゼリア。ほんまに俺も何年ぶりとかやで。これね、ほんまだいぶ罠多いからね。いや、サイゼリア、一見イタリア風で全部センスなんかとか思ってる人多分おるんで、うん、紛れてる、ね、そんなレベルに俺らおらんから。なるほどね。そうやね、紛れ込まれてるわ。もうこれセンスなんじゃねってな、一瞬思わしてくるけど、うん、お前とかほんま気ぃつけた方が。なるほど。それ行くかみたいなチャラ多かったもんな。はい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 。食べやんとこ。え、まあありやな、それ。お腹減ってるやん。めっちゃ減ってる、うん、やっぱセンス。いや、すごいセンス感じてる、まだ、うん、がっつり行きたいよね、うん、サイゼリアは安いから。うん、あー、そうやんな、うん、ちょっと今そっちの方がええから、そっちの方が全然なんかそいつから感じなかった。あー、そう、感度が低いんだもん。ないですか。もう決まった。俺決まってるで。はい、なお、うん、とりあえず生ビール、キリン一番搾りが1。1。ちょっとなんかキョロキョロキョロすんのやめて。キリン一番搾りが1。1。いやいや。あと、ラコンブリッコラ。ラコン、あとラコンブリッコラ。何それ。ラコンブリッコラ。食後酒。ちょっと待って。ラコンブリッコラそんな長ないで。何書いてる。ラコンブリッコラ。ブリッコラ、はい、うん、全部一個ずつ。これで多分伝われへんから。そうそう、あ、マジか、うん、そうやな、うまい。ここ維持数量を増やしていったらよかったのか。違う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 、うん、店員さんセンスないから。あ、なるほど、伝わらんねや。落としてあげな。何店舗か、うん、伝わらんの。セブンパーク店。俺はとりあえずどれか。とりあえず、うん、なるほどな。え、マジ、あ、そうだ、うん、俺は、まあ、グラスワイン、赤。そういうこと、グラスワイン。わー、一台。え、今日運転。運転。あー、なるほど。え、飲まへん。あ、置いてるだけ。うわ、ゆうたろうやもん。ワインを。じゃあ俺、小エビのサラダの L サイズ。かなぁ。だけ。あ、あと普通にソーセージピザ。普通に、センスどうこうじゃなくて、普通に。俺ライスを第2個。おかずのみ。おかず、いらないいらない。あ、マジ。
ちセンス。ライスにライスかけて食うみたいなこと。なんかちょっと切るな。ライス、ライス切る切る。ライス、味全然違う。昨日から何も食ってないのに。なんで？いや、このセンスのために全部開けといた。胃袋をセンスで埋めれるようになる。胃もたれするからな、結構開けとかな。ほんま何年か前にサイズ1個来てんの。そっから多分マジでサイズ来たんで、今日が初めて。今日サイゼ久々に来て、前回行った時のサイゼから今日までが初めて。今日が初めてサイゼ。前に行ったことある、1年前ぐらい多分。多分そっから今日が久々に来てんけど、その前回のサイゼから多分今日が久々に来た。食い物はいかがだ。俺行かんで。当たり前や。うん、行かんの。そんな帽子持ってた。で、嫁のあえて、うん、センスに持ってこようかなと思う。あ、そう、嫁にもお裾分けみたいな。なるほどな、うん、なるほど。そうそう、ちょっと入れて帰れるの。そう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 、前やな。そうじゃあ、タメで行くで。そうやな。チョリッチョリー。このセラコンブリッコラとサイズってめっちゃ難しい間違い探しだったよ。それむっちゃむずい。マジか。これむっちゃむずい。これ間違い探しなんや。10個あんの。ああ、いくだえ、もう10個差してるってこと。いや、手置いてます。あ、待って。お待たせしました、ミラノフードリアでございます。コーンのピザでございます。こんなの。トリザラを言うなられます。あ、大丈夫です。誰の、誰の、ほんまに誰の。いや、知らん、なんか俺のとこに来た。いや、持って、持ってくれないですよ。来たね。いや、可愛いだけどな、俺は。あ、可愛いしか考えなかった。うん、あ、可愛いなんかな、これって。こっちは誰の。分かれへんけど、うん、おしぼり頼んで。なんかな、おしぼり吹けるんかな。吹かれへん、うん、さすがに。手出るの早いよ。あれ怖かったわ。絶対うまいじゃん。うまい全然。いや、絶対違う。だって俺注文一個や。これ何。ミラノ風ソースのボロニア風ソース。半熟卵の。全然センスはないよ。うん、ん、満たしに行ってるだけやん。うん、耳の中入れてくれない。どういうこと。ちょっとだけ。お前のってこと。ちょっとだけ。おっと。あ、ありがとう。ありがとう。どうすんの。いや、今週末。肉ステーキでございます。こちらだけやってくださいませ。失礼します。ビーフとハンバーグのやつでございます。普通サイズのライスをちょっと。はい、こちらでご注文を揃えましょう。はい、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 大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。すっごいアフリカの食べ方してるやん。中東で見る感じかな。もうこれで俺はやるしかないから。頼んだ。センスないねんけど、うん、これでセンスを作ることだけを考えるから、うん、それ以外にちょっと何も言わんといてくれ。これ俺が昨日作っといたやつやん。前乗りは一応してたやん、ここにサイゼリアに、うん、どういう具材があんのかなって、うん、お前らを連れていくわけやから、さすがにセンス見とかな。前乗りしてた時さ、シャッター開いてたやん。開いてた、開いてた。え、お前もおったん。いや、シャッター開けに来とった。あ、そうなんや。お前前乗りしそうやなと思って。なんか前日からおかしかったよ。様子がね、うん、ちょっとワクワクみたいな感じしとったから。いや、マジセンスや。いや、それをセンス。センス、シャッターチャンスやな、だから。センスシャッターチャンスや。センスシャッターチャンスは、うん、ちょっとセンスあるから確認して。うん、どう。ええー
いないの。熱真ん中な、やっぱり一番センスが。豪快やな。同じもの満たせんねやろな、別に。どう？ちょっと違う感じ。うまいのはうまい。うまいで。あ、うまいんや、やっぱり。全然むちゃくちゃ食いたい。いただきます。いただきます。みんなピザ食べる？いや、俺ちょっともらうな。もらう？うわ、これは。じゃあ俺もちょっともらおうかな。うわぁ U ターンだ。で、ちっちゃく。なるほど。うわいや、でもそれもらえるやつなかなか。だいぶでかいね、自分で。あ、いいですか。切ってみ。結構むずいから気ぃつけな。あ、ほんまに全然やん。みんなに召し立て。ここが一番いいのよ、センス的にやったら。じゃじゃーんってみんなに。じゃじゃーん見せてあげな。センス、センスみたいな。いやいやいや、センスパイプみたいなのが入るわけよ。アートやな、もう。で、その時にこのコーンたちをバババって。あ、いいね、いいね、いいね。そういう点。ナイフとかないんかな。え、このハンバーガーいらんの、誰いる？これ俺いらん。すげえ。おお、うわ、こういうことか。こういうことなんやろな、なんかセンスって。うん、グラデーションかけたって。うーわうーわうわすごい音してるやん。どうだ。やばい、めちゃくちゃうまい。その動画のコメント欄あるやん。うん、センスあるコメントには返信していこうや。そうやな、全然いいで、センスあれば。ああ、そうやな。それで向こうも自覚してくれよな。やっと、あ、自分あるんやっていうの分かる。やっぱ思うもんな、毎回センスの動画やるやん、いろんな。うん、この空気感がたまらんみたいな言う人っておるやん。おるおる。ああ、そういうことじゃないねんけどな。うん、そういう動画やと思われてんねやっていうのはある、なんかそういう笑いやみたいな。そう、わざと俺らが自分らでふざけて身内乗りして笑ってますみたいな、そうみたいな、に思われてたらすっごい俺は嫌やな。高度なんやな。世界観はもうなんかセンスでやってるから笑いも。そう、別にボケなんか。そう、だってそんなん言い出したらもうパワープレイやりゃ何でもいいんやろ。いいよ、そんなんあるやん。うわーってやってりゃいいじゃん。そういうのでないっていうのは、言葉で言ってるから。そうなんや。そういうの多分コメなんだから分かんねえなあ、あつや。いや、もうごちそうさまでした。ありがとうございました。キキオちゃん、やるわけねえだろそんなのよ。この動画、300万再生は固いです。出ました、出ました、出ました、天才いました。なんならもういろんな YouTuber が多分真似するから、俺らのチャンネル登録者数は500万人。天才や。何をするかというと、聞きお茶中に、あの、おしっこ漏らしてほしいね。変態です。めっちゃこぼれてんだお前。え、嘘。ちょっと
ちゃん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 やばいやばいやばいってちゃうやんちゃうやんお前何がやんのちゃうってめっちゃちょこっさめっちゃちょんべちょんべ漏らしてるやん出てる出てる出てる何してんねんお前何してんねんあやたか当ててんねえわ当ててんねえわ当ててやんねえわ当ててやんねえわ